こちらは大阪府箕面市の箕面駅です。今回は支線ローカル線制覇の旅第67弾として阪急箕面線をご紹介します。まずは阪急箕面線の概要について説明します。大阪府池田市にある石橋阪大前駅から大阪府箕面市にある箕面駅までを結ぶ約 4km、 全部で4駅の路線、全列車が4両編成で線内折り返し運転の列車のみの運転です。2022年のダイヤ改正前までは朝ラッシュ時に宝塚本線に直通する箕面発大阪梅田行きの普通列車が設定されていたようです。宝塚本線直通列車は2010年代から縮小傾向にあり、2015年のダイヤ改正で通勤準急が準急に格下げされ、2018年のダイヤ改正で朝の大阪梅田発着の準急や大阪梅田発の普通の運転がなくなり、朝ラッシュ時の大阪梅田行き普通2本のみの運転となったようです。通勤準急および準急は箕面線内の各駅に停車していたようです。しかし2022年のダイヤ改正で最後まで残った大阪梅田行き普通2本も廃止され、長らく続いた大阪方面への直通列車が全廃となったようです。箕面駅駅前は蜘蛛の巣のような形をした天井があったり、バス乗り場があるなどといった感じです。箕面駅駅前は東海自然歩道西の起点のようです。東海自然歩道は八王子と箕面を結ぶ1と8県2府に及ぶ全長 1697.2km の自然歩道で、長距離自然歩道の第1号として誕生したようです。箕面は滝や紅葉が有名のようで、観光マップもあります。箕面駅はホーム2つに線路2本の構造で、左は回送列車がいました。乗ったのは 8000系 という車両です。製造は1992年で、34年選手の車両ですが、阪急の車両にここまで40年以上選手の車両に乗り続けてきたので、これが新しく感じてしまいます。阪急おなじみの鎧戸もあり、右には窓を開閉できるスイッチがありました。ドアの上に案内表示器はありません。
石橋阪大前駅は箕面線と宝塚本線が T 字のような形で乗り入れています。構造としてはホーム3つに線路5本です。一部ホームは広めになっています。箕面線ホームの先には箕面周辺の観光マップがあります。